本日は高森山に登りたいと思います。東温高地からのスタートです。 A コースで登って B コースで下っていきたいと思います。こっち側です。登山口までちょっと歩いていきます。ここがスタート地点です。この高森山の A コース、B コース前も行ったんですけど、前ちょっとあの A コース下りで危なくて取れてなかったんでもう一回来ました。このコースはめちゃめちゃ楽しい、あのおすすめのコースです。この間ちょっと行った岩登り楽しすぎて、そういえば高森山岩やったなと思ってちょっとこっち側のコース来てみました。あ、分岐に到着しました。前は中級の尾根コース、B コースをこう上がっていきました。ここ左に行くと C コースに行けます。今回は沢コース、こっち側ですね。沢コースの途中に A コースの入り口があるので、沢コースから行ってみたいと思います。もう春ですね。なんか、クモの巣とかありそう、多そう。A コースのとこ、合流地点までちょっと茂ってるところが続きます。ここですね、分岐。高森山 A コース、こっちです。高森山尾根 A コース、見客向き。上級者向けって書いてますね。ここを登っていきます。こっちまっすぐ行ったら沢コース、まあ、今来た沢コースの続きです。A コース、結構岩がゴロゴロしてて足元崩れやすいんで気をつけて行きます。危険 A コース。こんな登りです。結構激しい。あそこにロープありますね。この前登った三つ星山より急です。これはなかなかの急だ。急さ。落石注意。やっぱここ違いますね。めっちゃ楽しい。 A コースと B コースは別物やな。高森山の、お、オブジェありました。はい、滑る注意。マッサー A コースの舗装ね。あそこ B コースかな。ギリギリ。めっちゃいいな。C が注意ですね。滑落注意。それでは行きます。このオブジェも。お、トンボ。A コースは登りだったらおすすめかもしれないです。まあ、景色いいとこに出るんで、そこまで
行ければっていう感じです。ボージェガチョン、お、少し穏やかな道にありましたね。分岐です。今こっちから来ました。帰り、ここから帰ります。こっちから高森山はこっちですね。オブジェがありますね。今ここ どのコース来てもオブジェがあったり、激坂があったり、激下りがあったり、標高低い山なんですけど、めっちゃ楽しい。急な道か、緩やかな道か。滑るよ、注意。人気ですね。高森山、5分かかります。今、こっちから来ました。お、ウグイスの鳴き声がどこだ。新しいオブジェになってるかな、季節の代わりで。フクロウ、高森山到着。標高285メートル。この地図がいいですね。今日大川からこう来ました。駅は帰りはこう行きます。頂上の広場はこんな感じです。新作のオブジェになってるか、ちょっと見に行きたいと思います。前来た時、節分だったんですけどね。コロナになってるんです。犬祭りバージョン。犬になってますね。キーちゃんや。キーちゃん。和歌山のマスコットキャラクターです。こんな感じで。それでは下っていきたいと思います。帰りは途中から B コース、尾根コースで行きます。パンダ、ここの分岐まで戻ってきました。帰りは B コース、ここを下っていきたいと思います。 B コースの下りに突入。ここは去年飛び越えたところや。この直線B コース久しぶりなんですけど、やっぱりいいですね。お、懐かしのコアラ。懐かしのクマ。ここからの景色は最高ですね。綺麗やな。おお。
おお、綺麗。こんな感じ。お、もう下見えてきてますね。おお、見逃してないんか。なんか見逃してそう。お。おー、やりました。お、出てきましたね。おー、 B コース下ってきたんで、あとは保温工事まで戻ります。この橋渡って、よかったな今日も。 A コースの上りはめちゃめちゃ全身のトレーニングになりそう。 B コースはほんま安定してよかったです。景色もいいし、道もそこそこ楽しめる感じで、何回も来た山ですね、高森山は。本日は高森山、大川方面から A コースで登って B コースで下ってきました。 A コースの激坂コースから見る景色、 B コースの安定した尾根上からの景色は最高でした。それではまた、バイバイ。